NACA Presents 西戸明子のコミュニケーションアカデミー。この放送はポッドキャスト、ボイシー、YouTube でお届けしています。さて、今週はいろいろな経営者の方をご紹介しています。この番組、今朝は萩本子さんをご紹介いたします。1873年明治6年青森県八戸市に生まれた萩本子さんは日本初の女性新聞記者でした。その後彼女は家庭の友という女性向けの雑誌を作ります。家事、育児、家計のことなど女性が生きていく上で必要な情報をいっぱい詰め込んだ、そんな雑誌、家庭の友。こちらは婦人の友と名前を変えて今も出版され続けています。また彼女はジャーナリストであったのみならず、こんな教育をしたらいいのにっていう強い思いがあって、自由学園という学校を作りました。最初は小さな女学校で集まった生徒は26人だったそうです。文部省令によらない自由主義に基づく女子の教育、そこからどんどん広げていって、現在は幼稚園から大学を超えて生涯教育まで展開しています。その学校を作ったきっかけはというと、ご自身のお嬢さんの言葉だったそうです。ある日、小学校で小数点について習ってきた娘さんが、優しいのよ、点を打つところさえ間違わなければいいんだからって言ったそうです。で、それを聞いて、萩本子さんと旦那さんご夫妻は危機感を覚えたんですね。機械的に知識を詰め込むだけで物事の本質を教えてない、真に人間を重んじ育てていく、そんな教育が必要だ、ないなら作ろう、それで自由学園が生まれたわけです。自由学園は生活を学びの中心に添えています。据えています。じゃあ生活とは何かっていうと、その生活技術だけじゃなくて、こう各々がね、神様から与えられた命を重んじて自分で考えて判断する、で自由というものを基調とした人間が育って協力して社会を作っていく、そのことを生活っていうふうに捉えたんですね。自由学園のホームページを開くと、まず目にバンと飛び込んでくるのは、学ぶのは自分の生、生きると書いて命と読みます。自分の命の使い方、男子も女子も自分たちでお昼ご飯を作ったり、キャンパスにある4000本以上の樹木、みんなでこう木を植えるっていうことをやったり、生徒が育てたヒノキを使って校舎が作られていたり、ホームページを見ているだけで、楽しそうな学校だなって思いました。で、通っていたね、方が、知り合いの知り合いにいらして、でそこから聞いた話だと、自由学園はね、男子がかっこいいんですって。ご飯も自分で作れるし、それから後輩の面倒も見たりとかね、こうそのみんなで作っていく、みんなで学んでいくっていう、そういう校風なんだそうです。学校を運営していくっていうのはもちろん簡単なことではなくて、この学校を作られた萩ご夫妻もね、結構お金の面では心を砕いて苦労されていらっしゃったそうです。で、それを知った父母会がね、みんなで応援しようって言って、そういう自由学園協力会っていうものも作られて、みんなで支えられている、そんな学校だそうです。ただ子どもさん自身が今減ってますからね。1970年代には、まだまだたくさん子どもがいた時代ですよね。私なんかも学生時代っていうのは11クラスありましたからね、学校ね。その1400人、在校生がいたのが、現在はどんどん減っていって800人ぐらいだということです。こうやって子どもの人数が減っていったっていうこと、減ってきたってことは別に必ずしも悪いことではなくて、その人数に合った今の教育っていうものがまたあるんだろうな、変わり続けていくんだろうなって思います。いや、私はこの萩本子さんのね、生き様を知って、
やっぱり私も学校を作るんだって思いました。うん。自由学園っていうのはね、真の自由人を作るんだということで、聖書がね、もともとの由来にあるということです。私にとっても自由っていうのは本当に大切なテーマで、まあそれはもちろんね、わがままとかそういうことではなく、真の意味でこう自立して、あらゆる囚われから自由であるということ、自立しているということ、それが本当に大切だなと思います。と同時に私がその、加えて言うならば、やはり自分を知るということ。この自分を知るっていうのもね、またわがままなことでは全然なくって、結局自分を知るっていうことが、人を知り、他人を知り、社会を知り、世界を知りっていうことなんですよね。だから、汝自身を知れっていうこと、そこにもう本当に、原点があるんだなって思います。あらゆる学問の原点は哲学であり、その哲学とは汝自身を知ることである。今耳にするのは、とにかく人材がいないっていう言葉なんですよね。もういろんな会社さんが人材がいない、人材がいないと。おかしいですよね。なんでいい人材がいないのかって。それ教育じゃないですか。いや、私自身自分が受けてきた教育に関して本当にもういろんな疑問が当時からありましたもんね。こんなね、こう、記憶するだけの勉強して何の意味があるんだろうか。まあその脳を鍛えるという意味においてはね、記憶も必ずしも悪いことではありませんけれども、自分で考える力とか、想像していく、クリエイトしていく力、問題を発見していく力、自立していく力、体を使う力、感じる力、私はずっと大人の方々にね、コミュニケーションっていうことをお伝えさせてもらってますけれども、よく言われるのが、もっと早く知りたかったっていうことなんですよね。まあ、それでありがたいことに今回マスタークラスに小学生と中学生が参加してくれています。いや、やっぱり学校作りたいなって。うん。だって、自分自身が今日本の教育に問題を感じているのならば、ないなら作る。これ昨日ご紹介した放送も同じでしたよね。株式会社ヘッツの代表をされているクレマツさん。ね、小学生のお子さんが買い物に来てくださって素敵な包装紙を届けたい。いいのないかな？ないじゃん。じゃあ作ろう。羽本子さんも同じです。子供たちにいい教育を受けさせたい。その学校がない。じゃあ作ろう。起業っていうと、なんかすごいこう大それたことというかね、日常からなんかこう離れたような大きな野望とか、なんかそんなイメージがあるかもしれないんですけど、ビジョンとかね、実は目の前の困っている人の力になりたいっていう、本当にそこから始まると思うんですよね。だって目の前に一人の人が困ってるってことは、同じことで困ってる人はいっぱいいるってことですもん。今マスタークラス第4期をやっています。それで9月の最終発表に向けてね、この週末リアル授業があります。最終発表会、今回のテーマも世界に私を役立てるようにしようかなって思ってます。それは本当にそんな大それたことじゃないんですよ。だって目の前にいる人、自分にとっての世界じゃないですか。それは別に地球規模とかそういうことではなく、自分が暮らしている環境、これは自分にとっての世界なわけです。で、その世界の大きさ、ね、自分が仕事をしている、そのフィールドっていうものは、ね、海外出張行ってっていう人もいれば、本当にローカルにっていう人もいる。別にその大きさが関係するわけじゃない。世界に自分を役立てるっていうのは、目の前の人に自分が何をできるかっていうことから始まっていくと思うんですね。そしてこれがまた面白いなと思うのは、人によってその目の前に困っている人はいっぱいいると思うんです。だけど、どんな困っている人に出会うか、またどんな困っている人の力になりたいと、こう自分の中の心が揺さぶられるか、ここが個性だと思うんですよ。みんな違うんですよ。だからね、自分のやりたいことがわからないっていう人っていっぱいいると思うんです。簡単なんです。実は本当に目の前に困っている人の、あるいは目の前で自分が力になれる人がいたら、その人の力になるって、それだけなんですよ。
だから昔生き方教室っていうのをやってました。でその時にね、本当にやりたいことは何なのかわからない、実はそれって今やってることなんだよって、そういうことを申し上げました。だって今だってね、自分の働きを通して誰かの力になってるじゃないですか。だから仕事として成立している。もちろん今自分がやっている仕事以上に自分がもっと力になりたいと突き動かされるものがあれば、それをやったらいいと思う。でもそれはどこから生まれてくるかというと、今目の前にあることを精一杯やっているその先にしかないんですよね。ちょうど先日マスターの授業があって、私たちは本当に巧妙な言い訳をしてね、自分と向き合うことから逃げるって、諦めて逃げようとするって、でも自分では逃げてる感覚も諦めてる感覚もない、もう最もな理由をね作り出すからなんですよね。でも必ず目の前に今起こっていることに自分が行きたい場所への鍵はあると思います。またこの逃げるなっていうのも、絶対その環境に居続けなきゃいけないとかそういうことではないんですよ。ね、自分の身を守るために避難することが大切な場合だってもちろんあります。そういう意味ではなく、その自分にとって必要な鍵っていうのは必ず出来事として、出会う人として、そうやって訪れてくれるから、そこと向き合うことから逃げてしまうと、まあ、結局また同じことが巡り続けてくる、ぐる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 そうやって人生が回っていくことになるなっていうのが、私自身がこう自分の人生を通して感じていることです。日本っていう国は人口が減っていてね、どんどん高齢化していって、経済的にもなかなか難しくなってきていて、もう本当に問題は山積みですよ。だけれども、この一人一人がね、本来の働くっていうことを思い出して旗を楽にするんだって、このね、旗を楽にするとかっていうと、なんかもう道徳みたいで重苦しいと思うでしょ。違うんですよ。あのね、誰かに貢献するした時って嬉しいでしょ。私いろんな方に今までインタビューさせてもらって聞いてきましたよ。ね、生きる喜びっていうのがどこにあるのか、誰もが言うのはやっぱり誰かの役に立てた時なんですよ。誰かに喜んでもらえた時なんですよ。ね、それ以上の喜びなんてないんですよ。だからそれはね、もう道徳としてそういう風に生きなければなりませんとかっていうことじゃなくって、遊びなんです。この周りの人に貢献するゲームをやってるんです、私たちは。最高の遊びでしょ。だってめちゃくちゃ楽しいですもん、それって。そうやって私たちがこう周りの人のね、命に人生に貢献すること、もちろんそれは自分を犠牲することじゃないですよ。自分も含めた全体です。それを本当に楽しんでやっていったら、絶対この国の未来は明るいと思うんですよ。で、この国の未来が明るければ世界は明るいんです。部分は全体だからね。いや、というわけで、やっぱりなんかあれですね、教育になると熱くなりますね、私ね。いや、羽本子さん すごいと思います。だってこうやって作られたことが、婦人の友社も今でも続いてるし、自由学園もずっと続いてるんですもん。やっぱこう創立者がいなくなって終わってしまうものってね、会社とかも含めたくさんあるじゃないですか。こうやってね、100年を超えて続いてるって本当に素晴らしいことだなと思いますし、自分もその精神を引き継いでいきたいなって本当すごく思っています。実際今、西戸明子コミュニケーションアカデミー NACA は、共に学んでくださってる方々がね、みんな素晴らしいですよ。マスター生もここ数ヶ月で洞察力が本当に上がってきてます。さっき申し上げた、自分の人生で起こることをね、自分とは関係ないって切り離すんじゃなくって、そこから学び取っていく、気づき取っていく力っていうのがどんどん上がってきてるんですね。で、それをやり続けているのがアドバンストマスター生でありドクター生ですよ。彼らの洞察力も素晴らしいです。もちろん私も含めて全員未熟ですよ。完全な人間なんていうのはいない。だけれども、ああ、これからやっぱり彼らと一緒にね、この学びを、自分を知るっていうこと、そしてその自分の限界っていうものがないんだ、どれほど自分の考えというものが視野を狭くし、自分の可能性を狭めているのかということ、自分と周りの他人、他の人、他の国、ね、
他の組織、そうやって分断を生んでいるのかっていうこと、ね、そういったね、この教育ね、結果としてそのことは全ての人の中に美しき心、優しい心があるんだっていうことに本当につながっていきます。それは私が信じている理想でも何でもなくって、もう NACA ではそれが日常的に起こってるんですよね。みんなの良心というものがどんどん表現された形になってます。素晴らしいです。だからこれを私は今は大人だけでやってるけれども、これをね、全年代の学びの場に広げていくんだっていうことを、本当に萩本子さんの生き様を知って、改めてね、強く強くその情熱を、思いを新たにしているところです。マスタークラスはこの秋からまた形を変えてね、スタートしますので、皆さんぜひ楽しみにしていてください。というわけで、今朝は日本初の女性新聞記者であり、夫人の友社、ね、雑誌を作り、また自由学園という学校を作られた萩本子さんをご紹介させていただきました。最後にお知らせです。8月24日北海道の札幌で初めてのワンデースピーチセミナーを行います。別に普段スピーチをする機会がない方、全然構いません。話したいことが特にない方、構いません。あなたの中にある伝えたい思いを私がその場で引き出させていただきますからもう心配せずに、そういう方も手ぶらで来てほしいと思います。8月24日土曜日です。そして8月25日日曜日、素晴らしい講演会が行われます。話すのは私だけじゃないんですね。もうほぼ半日使って、幸せは自分の中にあるというタイトルでね、企画していただいたその講演会に私も呼んでもらいました。8月25日日曜日、札幌で講演会あります。お近くの方、ぜひリアルでお会いしたいし、そうじゃない方もオンラインで参加できますのでね、皆様に、お話を聞いていただきたい、一緒に分かち合いたいなって、幸せって何なのかっていうこと、そのことを皆さんと分かち合う素晴らしい機会になるだろうと思って楽しみにしています。 NACA Presents 西戸明子のコミュニケーションアカデミー、今日も聞いてくださってありがとうございました。